関門橋、今日天気どうなんやろうな。久々の九州ですよ。今日はコトチンのデビュー戦と、あと帰りに魚釣りもして帰ろう。ちょっとな、九州にしか縁起釣りをやって帰りたいな。さあ今から九州行きます。よし、エサグルテン、今日はこれを買ってみた。タナゴグルテン丸キュー、これも餌やろ。魚にドーン。最後釣ってや、優秀の美。ああ惜しい。最後帰る前にこうやって釣ったら帰るよ。よし、合わせたら釣れるのに。合わせんから。最後電池がなくなる前に。風とげを探す旅、最後に風とげタナゴに会えるか。この辺におるっていうのは分かったんや。違うタナゴもおるんや、中に。間違いなく違うタナゴおる。もうちょっと草のへりの方にやって、草のへりの方に餌ついちゃうんかな。うん、草に近い方にやってな、タナゴ釣る。そう、もうちょっとほら、もう餌取られたやな。餌取られたよ。最初の一発で合わせにゃいけん。とにかくこれがやりえた。いや、2分57秒経った。よし、来た。落ちた。でも今のは川靴やった。安心して。川靴やった。うん、その辺や、タナゴがいるのは。ない。あった。引っかかった。
警察ついちゃうの。帰るか。結局棚子風とげは釣れんやった。なかなか一発ではいかんけど、まあ綺麗な川があるんやな佐賀には。はい、じゃあね、ありがとね。おお、見えてきた。あっち側でも棚子釣りを一人おるよ。